玄武対東北楽天ゴールデンイーグルス1回戦の模様をお送りいたします。玄武の先発は左の小笠原、対するイーグルスの先発は左の湯気、この両投手の先発が発表されています。さあ間もなく試合開始となります。ツーアウトランナー一塁という場面で拓丸、第9投げた初球空振り、投球これから2球目、打ったいい当たりだ、ボールはレフトへ飛んでいきました、取ってこれで3アウトチェンジ。1回が終了しまして2対1、玄武この回逆転に成功しています。4回の裏2点を追いかけます。玄武攻撃に入ります。トップバッターは拓丸、第2球投げた、ストライク、タイミング合いません。第3球を投げました、一つ外したボール、次が4球目投げました、危ない球。さあ5球は5球目、打った痛烈な当たり、ライト前ヒット、クリーンヒットです。拓丸ナイスバッティング。玄武リードで迎える5回です。先ほどヒットを放っている拓丸、初球を打ちました、センターフライ、飛距離は出ていません、取りました、これで3アウト。玄武三者凡退に打ち取られました。5回の裏が終わりまして6対4、玄武現在2点をリードしています。引き地降板、マウンド上ピッチャーは切れ味抜群の変化球投手高梨、今日3番手としてマウンドに上がります。今日は配球にも注目したいと思います。投げました、決まった、ストライク、投球これから2球目、空振り、キレのある変化球、第3球を投げました、危ない球、次は4球目投げました、外を際どいボール、第5球投げた、打ちました、打球はセカンドの左、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。玄武追う展開で迎える10回です。ワンアウトランナー一塁という場面で拓丸、今日はここまで4打数1安打、1球目ストライクから第2球打った、三遊間のゴロ、二塁送る、セカンドフォースアウト、これで2アウト、ランナーは一塁変わりません。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。玄武悔しい敗戦です。本日のヒーローは浅村、本当に今日は大活躍でした。ご覧いただきましたように7対6、玄武1点差で敗れました。勝利投手は高梨、敗戦投手は小川、そしてセーブは森原、玄武残念ながらあと1本が出ませんでした。玄武対東北楽天ゴールデンイーグルス2回戦の模様をお送りいたします。玄武の先発は期待の逸田玉野、対するイーグルスの先発は右の近藤、以上の両先発。さあ間もなくプレイボールです。0対0で迎える2回です。ワンアウトランナー1塁という場面で拓丸、ストライク、初球ストライクからボール、第3球決まった、ストライク、バッター追い込まれました。第4球を投げた、打ちました、三遊間の当たり、あっと抜けた、ボールは中継、拓丸いいバッティング。同点で迎える4回です。バッター拓丸、通算500安打まであと9本としています。ストライク、まずは見送りました。第2球投げた、
危ない球。投球はこれから3球目。直球決まってストライク。バッター追い込まれました。第4球を投げた。ストレートはボール。さあ投球は5球目。投げた。打った。抜いていった。たくまるナイスバッティングです。さあワンアウトから勝ち越しのランナーが出ました。7回の裏、ゲンブラッキーセブンの攻撃に入ります。先頭バッターはたくまる。投げました。初球を打った。レフトフライ。飛距離は掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。ゲンブ、何としても得点を挙げたい9回です。今日2本のヒットを放っているたくまる。通算5、初球から打ってった。これはショート真正面、アウト。ここは意地を見せてほしい。ゲンブ敗れました。本日のヒーローは西巻。本当に今日は大活躍でした。お送りしてまいりました一戦は6対1、ゲンブ残念ながら敗れました。勝利投手は近藤、敗戦投手はタマン。ゲンブな現部対東北楽天ゴールデンイーグルス3回戦の模様をお送りいたします。現部の先発はうなる5速球マルティネス。対するイーグルスの先発は右の安楽。この両投手の投げ合いです。さあ間もなく試合開始となります。2回の裏、現部攻撃に入ります。トップバッターは拓丸。投げました。打ちました。初球打ち、左中間へ上がった。ヒットになります。たくまるいいバッティングを見せました。ゲンブ追う展開で迎える4回です。バッターはたくまる。ボール投げました。ボール低め。投球はこれから3球目。ストレート決まってストライク。投げました。打った。流し打ち、わずかに三塁線切れました。ファール。投げました。流し打ち、どうだ。レフトの左、ファール。投げた。ボール外角低め。第7球を投げた。変化球、空振り三振。低めの変化。ゲンブリードで迎える6回です。バッターはたくまる。通算500安打まであと7本としています。初球空振りから第2球投げた。打ちました。いい当たり、いったか、どうだ、入るか。ワンバウンドヒットになる。ボールはセカンドへ。たくまるツーベースヒット。リプレイをご覧ください。さあダメ押しのチャンスを迎えました。ツーアウトランナー一塁三塁という場面でたくまる、今日初球を打ちました。破った。ボールは中継、ゲンブさらに1点追加、5対1。先ほどのプレーです。ゲンブ見事勝利です。さあ本日のヒーローは2名。まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。ご覧いただきました一戦は5対1、ゲンブ勝利しました。勝利投手はマルティネス、敗戦投手は安楽。ゲンブ今日はいい戦いを。
最後までご視聴いただきありがとうございました。気に入っていただければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。明日の動画でお会いしましょう。ウカでした。レイでした。またね。またな。結構普通だね。なんか下手にすげえ回ってたけど